本音見える。はい、ということで今日は本音見えるというね、ゲームやっていきたいと思います。はい、こちらのゲームはというか、本音見えるはなんと身につけると相手の心が読めちゃうというね、そんなアイテムらしいですね。はい、まあ説明してもね、難しいのもね、早速、やっていきたいと思います。はい、本音見える。初めから。カモネギ、カモネギ？僕の名前は、カモダミ、ネギオ。なんかうまそうな名前だな、カモダネギオ。で、なんでお前カモネギって呼ばれてんだ？まあ、そうか、あだ名的あれかな。みんなからは親しみを込めて、カモネギって呼ばれてるんだ。いいね、愛されてんな。カモネギいいな。今日は久々に休みが取れたので、町にやってきた。ん？何か落ちてる。なんだ、ガチャポンかこれ。ガチャか？ちょっとだけ開けてみよう。開ける？いいのかよ、勝手に開けて。誰、おい、ちっちゃい子供だったらどうするんだよ。そう、開ける時のワクワク感をぶち壊しやがって、おめえ。なんだこれ、小さいシールが入ってる。あ、本音見えるじゃないこれ。説明書も入ってるぞ。本音見えるごめんね、さっきから20点の某ね、猫ロボットを真似して。このシールを耳に貼ります。耳に貼るんだ。相手の顔を見つめつつシールを押します。脳に刺激が伝わり、相手の本音が聞き出す、見聞きできます。なんて便利アイテムなんだこれ。落とした人泣いてるぞこれ。うわ、せっかく当たり引いたのにって。相手の心は読める。いや、俺も欲しいな。はぁ、なんだこれ。そんなわけねえだろ。誰かのいたずらだろうな。ま、面白いからちょっと貼ってみるか。意外と信じるんやな、意外と。なんか言いつつも。まずは、脱毛クリック。クリックじゃない、クリニック。なんで脱毛クリニック行きたんだ。本音見えるをつけて。毎日のヒゲ剃り面倒だから、前から脱毛やりたかったんだよな。まあ確かに僕も全身脱毛してえな。でも高いんだよな、多分。知らんけど。SNS のクリックの広告に、カウンセリング無料って書いてあったから、とりあえず今日は話だけ聞こう。お待ちしておりました、鴨田様。暖房抜き子。なんかちょっとやな名前だな。ちょっと抜き子。ちょっとやらしい名前だな。担当の脱毛抜く子かと申します。なんだその脱毛抜く子って。もう生まれながらもう職業決められてんじゃねえかよ。無料ですので安心して何でもご相談くださいね。当クリニックは定額です。回数無制限。安心して通っていただけますよ。本当に？おめえ詐欺とかじゃねえか？あ、ここで使うっていうのもあるの？じゃあ使ってみるよ。一旦セーブしよう、ここで。セーブしてと。じゃあ使ってみよう。本音見える。なんか違和感を感じるから、本音見えるを使ってみるか。ポチッとな。無料カウンセリングなんてやるわけないだろうが。こっちは今月のドルもあと酒も残ってるじゃん。なんか急になんか変わったな。顔色変わったし、俺。もう怖いわ、こんなに変わったら本音見える。高額コースの契約するまで返さないわ。回数無制限って言ったけど、この会社自体潰れそうだし、潰れたらローンが残るだけ。私も給料が出てるうちにとんずらかますか。すげえ最低野郎じゃん。これがこの人の本当の姿の本音。確かに回数無制限って言っても会社がなくなったら意味ないよね。確かに。うわ、こいつら卑怯。休養ができたんで帰ります。鴨田様。
どうしたのかしら。あ、逃げたんか。一旦さ、失敗パターン見てから、ちょっと待ってて。一旦失敗パターンを見に行こう。はい、じゃあ戻ってきました。じゃあ何にもしないを選んでみるか、今度は。鴨田様には、こちらの50枚コースがおすすめです。高だ。え、脱毛ってそんな高いの？違う、なんか10万ぐらいじゃねえの？して。今日だけの特別価格です。いや、あの、今日はカウンセリングだけ受けようと思ったんですけど。あと、SNS の CM には、全身脱毛が約3000円でできるって書いてありますよ。もうすげえ詐欺じゃねえかよ。あ、あれは一例でして、鴨田様の場合ですと、これぐらいかかってしまいます。大失礼じゃない。何カモだって何マンモスなんか。綺麗に脱毛しようとするとこれくらいかかるのが普通ですよ。困ったな、断れる空気じゃないしな。まあ分割払いならいいか。ダメだろ。おめえ50万って相当だぞ、分割でも。今日は先輩の家にも呼ばれ、あ、普通に進むんだね。まあいいや、こっちやってみるか。うん、なんか、本音見える使った方がいいエンド行きそうだしな。何の用だろう。おう、カモネギ、よく来てくれたな。タイマー数蔵もう名前からしてやじゃん。しかも先輩だろ。うわー、このなんかあれだ、なんか先輩になんか無理やりみてえな。彼は大浅でした。すいません。まあ、じゃなかったわ。ちょっと変なこと言っちゃった。ごめんなさいね。高校時代の先輩だ。うわ、嫌な先輩。ただ、こいつなんかちょっとモテそうだな。ちょっと、女人気高そうだな。見た目的に。しかもなんかさっきのキャラクターと違ってちょっと光ってるもんな。カモネギにぜひあげたいものがあってね。これをするとリラックスできるんだよ。もう、タイマ。本当は高いんだけど、カモネギのために特別にタダにしてあげるよ。え、これあれじゃない？最初はタダに済まして、依存性、なんか依存症にさして、高く売るみたいな。極悪でやろうってことだしね、これ。依存性もないし、安全だよ。あ、じゃあ、吸うかな。めちゃくちゃ流されるんじゃねえかよ、すぐに。これは電子タバコ、じゃない？なんとか、変な匂いがするぞ。もうやばいじゃん。これ何もしないに押してみるか。まあタバコみたいなもんだからさ、とりあえずこれあげるから一度吸ってみてよ。え、何が入ってるかわからないもんなんて絶対吸えないよ。でもこれ、まあ、断れないな。この先輩ともう付き合いたくないから隙を見て帰ろう。お、帰れたんかこれ。あ、吸わなかった、えらい。さてと、次はどこ行こうかな。ん？ SNS にメッセージが来てるよ。なんか今日災難だな。50万取られ。いろいろあるじゃないかよ。ひー詐欺、メリー、詐欺メリー合ってるかなこれ。もう詐欺って書いてあっちゃう。ひーって何、ひーって。こんにちは、私はメリーです。私はあなたのこと気に入りましたもう。もうやばいやん、これ。結婚したいです。これはあなたのことをダーリンと呼びます。結婚資金がいるので、一緒に暗号資産に投資しましょう。もう詐欺。詐欺メアリーなんて知らないぞ。もう詐欺って書いてあるじゃん。優しいな、意外と。アイコンの僕に、僕の画像に見切られてな。でも結婚したいって急に言われるもん。確かにな。相手のこと知らねえしな。さすがにちょっとやだわ、俺も。暗号資産のこともわからないし。いや、もうやめとけ。ん？画像が送られてきたぞ。
これが彼女の画像もう明らかに広い画じゃねえかよ、もう なんて綺麗な人だここだったら結婚式たためるのに暗号資産に投資してみようかなちょろいな、カモネギ。ほん、使わないでおこう。私のことを愛していたら、この URL をクリックして、投資サイトにアクセスしてください。これもしかしてだけどさ、カモネギなんか、カモ呼ばわりされてんじゃねえの、友達に。だとしたらかわいそうな。多くのお金を使ってくれるほど、私はあなたの愛情を感じるでしょう。大丈夫かな僕、暗号資産のことを分かってないんだけどな。じゃあやめとけ。ん？ん？誰？終わったわ。ちょっと。嘘でしょ？今ので終わり？ちょっと。もうよくわかんないよ。なんか、エンドないんか。ね、これ。こういう、なんか、男性の脱毛エステ。カンナピノイド、THCH は指定薬物です。大麻の嘘に騙されるな。正しい知識、情報で大切な自分を守る。必ず儲かるに要注意。マッチングアプリや SNS をきっかけとしてトラブルする。何このゲームプレイしただけやれよ。こちらこそありがとうございます。いや、違う！ちょっとエンドもう一つあるんじゃねえよ。ねえ、なんとかバッドエンドとかねえのこれ。ちょ、待って、ちょっとさ、もう一回やっていい？ちょっと、これ成功ルートね。これさっきねえ、本音見えるを使った後のやつからちょっとやってこう。さすがになんかあるでしょ。これで終わりなわけね。おう、カモネギ、よく来たな。これはさっきと一緒かな。高校時代の先輩だ。カモネギに、これ一緒だね。じゃあここで本音見える使ってみるか。本音見える。なんか怪しいぞ。先輩の本音を見てやろう。ポチッとな。これは天使タバコに見せかけたタイマーだまずはタダでやって依存症をさせ、後から金を巻き上げてやる。依存症にならないなんて嘘に決まってんだろ。もう嫌なやつじゃんこいつ。こいつねは THCH テトラヒドロカンナピヘキソールが入ってる。何そのテトラヒドなんとかって。 THCH はタイマー層に含まれる化学物質カンナビノイドの一種だ。もうなんかめちゃくちゃ疲れるわこれ読むだけで。2023年7月25日意外と最近だな。 THCH は指定薬物として新たに指定された。へえ、なんか勉強になるな。でもわかんねえよ。そう言われても急に。THCH。指定薬物は医療等の用途以外の、目的で製造所持、使用が禁止されているが、そんなことを知ったこっちゃねえぜ。そんな恐ろしいもんだったのか。お腹が急に、すいません、帰ります。わかりやすい嘘だな。おい、急にどうしたんだよ。なんだよあいつ、くそ嫌な先輩。さてどう、次はどこ行こうかな。じゃあこっちは、これも一緒かな最初は。誰だろう。詐欺なんだっけ。詐欺メリーだ。詐欺メリー、あ、詐欺メアリーか。私はあなたのこと気に入りました。結婚したいです。これからあなたのことダーリンと呼びます。結婚資金がいるので一緒に暗号資産に投資しよう。詐欺メアリーってなんて知らねえぞ。あ、なんか憑依しちゃった、カモネギまで。アイコンの僕の画像を見て気に入ったのかな。
でも、これ一緒だね。でもさ、これさ、画像だとさ、なんか他人の広い画だったらそいつのものになるんじゃない？画像にも本音見えるは使えるのかな？試しに押してみよう。使える？ほほほほ、さっきのやつが出てきた。暗号資産で簡単に資産が増えるなんて嘘に決まってるだろ。誰だお前は。優しいな。ちゃんと乳首にね、隠しが入ってるわ。ネットから金を振り込まれたら出金できるようにしてやる。業者名や住所、連絡先文字だからこっちの身分は分かんないだろう。ええ、これがメッセージを送ってきた人の本当の正体？ちょっと怖いぞ。ていうか、なんでこの人も水着なんだ？変態。水着でメッセージを送ってるのかよ。やだわ。でもな、今の僕の格好にめちゃくちゃ似てるわ。今ね、パンツと T シャツだけなんだよね、今着てるのが。わへぇ！なんだこれ。なんかブロックしたら、わっへーって言ったけど、わっへーの意味がわかんねえんだけど、英語知らねえから。え、嘘。あ、これエンドないパターン？終わりだ。終わったみんな。まあ、ってことで、まあ皆さんもね、まあ詐欺、薬、など等にはね、気をつけましょう。はい。っていう、もう本当に勉強になる、ゲームでしたね。THCH がね、なんか危険らしいから、気をつけてね、みんなも。ってことで今日は、本音見えるでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。